ぱねってよ。ゴールデンここなんかなんかすごい、どうしたんだろう、今日終わるのかな、最終回かな。小村さん、ああ伊豆くん、今日企画さ、そもそもなんでここでやってんだかもわかんないし、何本撮りなんですか今日は。あ、今日15本出るんです。スタッフの皆さん助けてください、最近仕事に慣れてきたからって新入社員がいじめてきます。いいんですかこれで、15本撮りはまずいですよ。タレントを酷使するな、カバー。帰ろうかな今日。違う、え、あ、チラチラ、ないない、え、今、ちょ、私の推しいませんでした今。知らんがな、お前の推しとか知らないわ。ていうか、そんなわけないじゃん、こんなサーカス。いやー、こんにちは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 、出た、出た、他者だ、タコだ、こんにちは、こんにちは、すげー、なにこれ、どういうこと。皆さんどうも、こんにちは、ふうぶひまわりです。なんでひまちゃんがこんなとこに、え、なんかちょっと近所寄ったから来ようかなと思って。すげえ、女子高生がおる、やばい、やばい、すげえ、多分出ると思ってなかった人がほとんどなんじゃないか。あ、気持ちよくなってきた。はい、今日はよろしくお願いします。はい、今回なんとお願いしたら大返事で出てくださいました。ありがとうございます。そうですよ、今回ポルカの伝説、うんうんうん、特別編ということで本間ひまわりさんがゲストです。すごいことですよ、ありがとうございます。キャー、え、なに JK はそういうの流行ってる。そうだよ、ちゃんと内股にしてキャーって言わないと。キャーおはこさん、おはこさん、おはこさん、みんな似てんのかな、ちょっとコメントとかでね、確かに評価してほしい。おはこさん、おはこさん、おはこさん、何点かな、ダメだな。でもなんかドキドキしてたけど、うん、じゃあ来てみたら案外なんか地元地元、お前の地元どうなってんだよ。そうだね、なんかどういうことだよ。落ち着くわ、初めてじゃないみたいな、座るところもないのにこれから。本当だね、じゃあ楽しそうよ、そんなこと。え、今日はそうだ、なんでどうしたの。では今回の企画ですね、激論二時三時ホロライブを語り尽くそうの会議。え、そんなさ、でっかい箱背負っていいのトークで。わからん、私も一番下の下っ端だからさ。ボタンちゃんとか来てもらう。いや、ちょっと語ろっか、じゃあ。オッケー、語ろう。ホルカの伝説、よし、じゃあ、え、始まっちゃったけど、とりあえずじゃあ下投げのキャッチボールみたいなところ。あ、いいよ、こうね。じゃあ、そうじゃん、嘘だよ。違う、下、こっちかな、ソフトボールって、打つ、打つじゃん、これ。こういう感じでいくから。あー、オッケーオッケー、こうね。あの、ポルデンさ、見たことある、うん、ポルカの伝説。あ、見たことあるよ。見たことあるよ、実は。今日のために、その、なんか見に来たとか。うわー、ちょっと結構でかくない、そのボール。でっかいな、こんなぐらいあるよ。はい、うん、で、なんだっけ。もう、いいか、台本とかないよね。うん、ないよ。あ、いいよ。いつも台本あるの、なんなら。なんかひまちゃんは結構さ、いろんなことやってるじゃん、うん、そうだね、台本あったとしてもね、読めないから。読めないのと一緒だね。ここで一言とか読んじゃうから。あ、ここで番を読んじゃうって、そういうこと。全部読んじゃうから。配信かなんかでさ、うん、なんか拾ってなかった、なんなら。え、そう、こうスマホ見ながらこう。今日は、はい、じゃあひまわりさん、このゲームについてどう思いますか。いや、やっぱりね、このゲームはね、とてもクオリティが高くてすごいいいですね。禁止用語は言わない。せっかくこうね、二次三次ホロライブって分かれてるし、ホロライブの印象を聞こうかな。え、ホロライブの印象、うん、ホロライブはやっぱね、あ、言葉選んでますよ、アイドルよ。あ、言葉選んだ、アイドルよ。もうこれはね、誰から見ても何も言われない一番王道の言葉、すごい、アイドル。じゃあ選ばずに言うと、ちょっと芸人。芸人な部分多いね。あ、ワードセンス結構ね、うん、いい人多くて勉強になる。へー、あ、でもめっちゃ見てるの、結構見てる、見てる、好きなライバーさんもいるしね。誰だろう、教えて。いや、それだってさ、ここに来るんだからさ。いや、もう全然ね、当たり前に。ペコーラ、ペコーラちゃんが好きです。好きだよ、ペコラー。はい、ペコラの伝説始まりでー。ペコラ見てるからね、毎週。コンペコ、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 コンペコだね。かわいいね、今日も。イエーイ、ペコラ先輩、見てる？ポルカの伝説。
伝説なのに乗っ取られたよ。ちょうどねこの前マイクラ見てて、うん、回路バリバリに組んでて、うん、そうは すごいよねあたたちこれ見たかったけどちょっとあたたちの回路に行ったのに全然バカ出てこないんだけどって言ってて、すごかったよな、あの8人工場で働いてる人かなって思うぐらい。いやでも箱押しだよ今は。あ、偉い。そうだよ、ライブも全部見てるし。すげえ。そうだよ。マジかよ、見られてんのかよ。なんかダンスとか教えてほしいもんだから。あアイドル、アイドルステップみたいなとか。あ、おいおい、できてるできてる。みんな、ね、教えてよ、どんな感じなの。うちのホライブやるとね、ジマンになる。マリン船長とかがさ、やってんだけどさ、そうだね、どうしてもこうなっちゃってるからさ。マリンちゃんはこうだもんね、もうこうだもんね。そう、うまい。じゃあ逆にさ、うん、見てる？見てる、23時見てる。そうやってさ、見てるとか言って見てないパターン知ってる今何人も。いやね、だからもっと夢追いかけたい。見てるよ、プチ3時もちゃんと見てるよ。わ、なんかすっげーさ、量更新されるじゃん。そう、人が多いからね、うん、めっちゃいいなって思う、そういうの。いろんな人さ取り上げるじゃん、やっぱライバーが多いから。それで言うと、あの新しいこ のレインパターソンちゃんかわいいってなった。レインパターソンちゃ ん、2ヶ月前ぐらいに入ったかな、うん、レインパターソンちゃんはほらイリムちゃんとかさ。あ、そうそうそう、うちもいるんだよ、フレアとかがさ。フレアだね、お母さんでね。そうそうそう、やからね。なんかさ、やりたい企画とかあるんだよね、今虹ホロで。うん、やりたい、やりたいよね。だってせっかくさ、同じこうやって隣同士、あなたと私さくらんぼって感じなのにさ。え、さくらんぼ。ちょ、知らないの。知らないの、その曲。手帳開くと思うみたいな。あ、そうそうそう、手帳開くと。なんとなく知ってる知ってる。やっぱでもホロライブ、今アイドルのイメージがあって、やっぱさ、私もそれはあった。最初めっちゃすごいじゃん、みんなアイドル衣装がさ、ああお揃いであった。お揃いめっちゃ羨ましい。あ、な、そっか、めっちゃ羨ましい。そこもう2時3時のみんなでこう女の子たちと話すときは、いいな、あのお揃い衣装、今たちが欲しいよね。体操服でいいとか言ってるもん。体操服でいいから、お揃いにして。よってあれでもさ、歌ってみたとか出すときにはさ、うん、同じじゃん。あれ好きやったな、サイレンマジョリーティーだ。あったね、あれめっちゃ好き。みんなこうやってバーって並んでて、イラストかっこよかったでしょ。そう、あれしかも動画はひもちゃんでしょ。そうだよ、すごい愛情たっぷりの動画になりました。いや、そこなんだよ、私もずっと言ってるけど、ひもちゃん動画が作れるんだよ、うん、すごいよ。ほんと、うん、じゃあクビになったら雇ってほしい。いやもう何言ってんの、あなた。何言ってんの、あなた。じゃあ今聞きたいことを、うん、じゃあこれを機に聞いてみようかな。はい、どうぞ。カバーの好きなとこ。あでもホロライブじゃないよ、カバーの好きなところ。好きなところ、これ難しいよ、めちゃめちゃ。マネージャーがいる、うん、え、マネージャーがちゃんと連絡を返してくれる、うん、すごい。やりたいことはって言ったら、まあ、ちょっと遅くなるかもしれないけど、うん、ちゃんと OK が出る。もうこれがそれだけで満足。めちゃめちゃ真面目やん、びっくりした。あめちゃんくれるとかじゃない、めちゃめちゃ真面目。めちゃめちゃ真面目な回答来たけど。で、エニカラのいいところは？エニカラのいいところ、一緒にゲームしてくれたりするよ。え、どういうこと？なんかスタッフさん、ゲーマーが多くて、うん、大会前とか、うん、え、どうしたらいいですかって、これはこれはこうで、これはこうですとか言ってくれたりとか、なんかゲームのアドバイスめっちゃ多いよ。いいの？上手い人めちゃめちゃいるの、そう、ある意味なんか友達みたいな感覚で喋れるからいいなって思うよ。そう、素晴らしい企業さんです。そうだよ、すごいんだよ。やっぱ僕たち根が真面目だから真面目な話になっちゃうね、うん、いや真面目だね、うん、いやでも結構はっちゃけた話もしたけどね、うん、まあ、いや話尽きねえな。いや尽きないよ、いつまでやる。夜中これ夜通しできるわね。もう8時間後パッポーってなってるかもしれない、ね、でもさ台本には、いや今日はひまちゃんありがとうねって書いてある、ね、ほんとだ。そろそろ良きところで締めに向かってください。締めに向か…締めってどっちの方向なの。締めに向かってくださいってこっちなの。いや今日はひまりちゃん楽しかったね。いやありがとう、みんなありがとうね。でもさ、来週からさ、もういないって考えたらさ、うん、ちょっとロスになりそうなんだけど。本当？うん。聞いてください。え、なんすか？あ、ねえ、伊豆さんだね。おまるさんが寂しいって言うと思いまして、ひまわりさんとのコラボ企画もう少し考えてあります。うわあ！なんだよ。どうするあれ？給料アップしないと。うわあ！よろしくお願いします。なので引き続きひまわりさんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ありがとう。イエーイ、まだまだ続くぜ。まだまだ続くぜ。
ッドボタンよろしくね。あ、すごい高評価そうだよ、チャンネル登録ひめちゃんの、ひめちゃんの、ね、そうね、チャンネルも登録してイエーイ、いいね、YouTuber っぽい、 YouTuber っぽいじゃん、 VTuber なん、 VTuber だよ。